マーク・アラン・ハーミルトンは、アメリカ合衆国、メリーランド州ボルチモア出身の元プロ野球選手。左投げ左打。現役引退後の2020年から、医師に転身している。2006年の MLB ドラフトで、セントルイス・カージナルスから2巡目で指名されたことを機に、入団。参加のマイナーリーグ球団でおよそ6シーズンにわたって、実践経験を積んだ後に、 2010年9月20日の対フロリーダマーリンズ戦から MLB 公式戦9試合へ出場した。2011年には MLB 公式戦38試合に出場。チームでは主に代打要因にや控え一類手として扱われながらもワールドシリーズ制覇を経験した。2012年には MLB 公式戦への出場機会がないまま8月18日付で FA になった。 2013年1月4日に、ボストン・レッドソックスとの間で、マイナー契約を締結。参加のトリプル A 級、ポータケット・レッドソックスに所属したが、MLB への復帰には至らず、シーズン終了後に FA になった。2013年12月にアトランタ・ブレーブスとの間で、マイナー契約を締結すると、翌2014年シーズンに、参加のトリプル A 級、 グーインネットブレイブスでプレーシーズン終了後に FA になったことを機に現役を引退した。MLB の公式戦には通算で47試合に出場したもののカージナルス時代の2シーズンだけに留まった。医師を目指してドナルドバーバラザッカー医科大学へ進学したところ2020年の初頭からアメリカ国内で 新型コロナウイルスへの感染が拡大していることを受けて当初の予定より早く同年4月10日に卒業した。同年6月からはアメリカのニューヨーク州にあるロングアイランド11市メディカルセンターの内科へ勤務する予定。国内で感染の拡大が最も深刻なニューヨーク州で内科の研修医として患者の治療にあたることから医科大学からの卒業に際しては MLB の公式サイトで特集記事が組まれた。さらに、メジャーリーガーから医師への転身自体が異例ということもあって、日本のメディアでもこの記事の省略が紹介された。ありがとうございます。